回ですね。お、こんな夢は見たことあったっけ今まで。初めてな気がする。名前を入れよな、集めたラブは？ウィスパーのラブ。農地との約束を果たしましたね。それもラブ、これもラブ。そして動物たちの魂からラブです。ドットテルリ。ドンちゃん。ガジロウ。おー、一気に行った。おめでとう。名前を入れよのラブがまた一つ深まりました。これで名前を入れよはラブレベル25。愛の社長。あれ？飛ばしましたよね、また。次のレベルまであと5ラブが必要です。あれ ?23? 違ったっけ?まあいいや。じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後までご視聴くださりありがとうございました。よろしければ次回もお付き合いくださいませ。それでは失礼します。忘れてたこと、やっていこうと思います。いつも、動画は、収録前に大体見返すんですけど、見返すのが大体、ニコニコ動画にアップしたものじゃなくって、編集後の、元の動画ですね、を、見返すことが多くて、その方が画面が大きくて、石板とか見やすいので、そうしてるんですよ。で、なんで、ちょっとアドバイスの反映がね、遅くなっちゃったんですけど、まあ、今回は、あ、タオ。それをちょっとやっていこうと思います。で、1個目は、あれ、どこだっけ？ここら辺からだったような気がしたんだけど。あれ？あれ？どこだっけ？お盆の、ネカキャッチしてませんよっていうのがあったので、で、すっかり忘れてたので、それをちょっと、キャッチというか、ゲットします。300ネカ、おお、高い。まあ、今、金欠なんでね、ネカはちょっとでも欲しいので、ネカを回収します。で、そうですね。あとは、ちょっと城下町の方に行きますね。第17回と18回で、死体を発見しているけどキャッチできていないモンスターの数を数えるって2回も言ってたんですけど、今回ちょっと、ね、収録できなかったので、その間に、動画を見返して、数えてみました。で、まあ、18回に、数匹キャッチしてしまったんですけど、最後に、ムツジロウと愉快な仲間を見たのが、17回なので、まあ、17回終了時に発見しているけど、キャッチしていないモンスターという風に、ことで、換算させていただきました。第17回終了時に、キャッチしているけど、え？ちょっと待って、なんか、結局こと変わった。やばいで名前を入れようはん。事件やで、事件発生や。アンさんの出番やで。3日前の話や。王様とガセハン退屈しのぎに入れ替わりはったんよ。せやけど今は、戻れず困ってるみたいなんや。元に戻ろう。思っても、アホの大臣が勘違いして、王様を追い返してしまうんやって。名前を入れよはん、あの二人を助けてやりなはれ。吉田探偵調査網の報告によれば、事件解決の鍵は、緑の猫や、という噂。アンさんにこの難事件解決できる？どういうこと？どういうこと？入れ替わりの補佐をしろってこと。緑の猫ってあれかな？植木かな？ガサガサすると大臣が来る植木かな？ちょっと、行ってみますね。あ、で、17回終了時に、死体発見をしているモンスターが、13匹いました。で、まあ、17回終了時に残りのモンスターが、18匹。ということで、で、あとね。どうやったらいいんだ？で、18匹で、サクリファイスアニマルズ
が、まあ、テクノポリスにいたんですけど、まあ、それがメンバー6人で、今、まあ、出会っているのが2人なので、まあ、おそらく残りの4人もテクノポリスで死んでいるだろうということで、それを、まあ、発見したという方に換算すると、まあ、4匹、残り4匹なので、足して17匹なんですね。一人足りないんですよ。これがね、なんだっけ。テクノポリスにいてくれるといいんですけど、そうじゃないとちょっとね、困ったことに、死体があるのに気づいていないことになってしまうのでね、ちょっと、まあ、注意しながら進めていこうかなと思います。で、白羽の矢を見せてみようというアドバイスが。そんなもんどこで拾ったん？やばいで。やばい匂いがするで。陰謀の匂いやで。ほう。ほう。ほう。で陰謀の匂いやで。うん。うん。うん。そうそう。これを入れ替えてあげたいんだけどね。どうしようもないな。困ったな。まあ、いっか。もう入れ替わるタイミングはきっと、あるんですよね。わかんないけど。で、なんでこっちに来たんだ？何の話をしてたんだっけ？これは入れ替わるタイミングがわからんな。あとね、これ、ちょっと。うん。またレベル4か。うん。あとね、なんだっけ。ウェイカーのを、ストーキングすると面白いことがありますよっていうのを聞いたんですが、ちょっと、あ、そっか、寝てるんだ、この時間。ダメだ。ワンダさんに、そういえばパンを見せてなかったな、と思ったんですが。で、まあ、ストーキングすると面白いよって言われたんですが、ちょっと昼間はね、彼、まあ、普通に店にずっといるので、ストーキングしても、特に面白いことはないかな、と。で、そうなると、やっぱ、ストーキングするなら夜かなとは思っているんですが、まあちょっと、それはね、ちょっと後日やってみようかな。まあ今回の動画でできればやってみたいなとは思ってるんですけど、ちょっと今回いろいろとやりたいことがいっぱいあるので、先にそっちに済ませてしまいますね。食べます。で、何合うかな？花火のやつ。ね、これほんと皆さんのアドバイスでやっと気づいたんですけど、あれ、石板のやつ、花火だったんですね、あれ。全然気づかなくて、なんで気づかないんだっていうコメントがあって、で、その後すごい動画を見返して、で、この形で何か気づくことありませんかっていうコメントを見て、